シャトーブリアンはフランスペイドラロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。歴史的にはブルターニュ、メ地方に属する。シャトーブリアンは主として田園風景に囲まれ、100年戦争でフッツへの戦いの場となったシャトーブリアン城の周りで発展した。農業や牛の飼育が長い間行われ、特にフランスで2番目に大きい牛肉の市場と食肉の 供給工場となっていることが有名である。このことから、高級肉シャトーブリアンの名前に使われたという説がある。また、農業、商業などの祭典不応で、BA、RA はフランスで最も古くから行われているフェアの一つである。19世紀には、金属加工業、その後プラスチック製造が盛んになった。県北部に位置するシャトーブリアンは、 レンヌの南約5 5トル、南都の北東7 0トル、アンスニの北5 0トルにあり、これら3都市の真ん中に位置している。しかし、各都市をつなぐ、主要道路から離れているため、経済的にやや孤立している。中世のダンジョン11世紀にブリアンという人物が城を建設したのが起源である。ブリアンはブリエン氏、またはブリエニーと記されていた。 カストラム・ブリエニー、またはカストラム・ブリエン氏と記された。語尾の t は除かれている。1266年に初めて記された。フランス語文書では、男尺の名がジョフロワド首都ブリアントされていた。ジェイスとブリアントの綴りが最も用いられた。15世紀になると、a でなく e を用いた、ブリアントに代わり、語尾のマイナス t は書き手によっては d となった。 17世紀、S が曲折したアクセントのため場所を分け渡し、次の世紀では S なしの形が完成した。一方、語尾のマイナス D が優勢に書かれることがなくなった。半革命的であるとして、元貴族で、軽騎兵隊長のジャンバティスト・ギュストとシャトーイコールブリアンが1794年に、ギロチンで処刑された。19世紀に、傾向は変わり、単語としてのシャトーブリアンには、 t が必要とされ、d の代わりとされた。城壁の名残であるポルトヌーブ18世紀、カッシーニ地図に描かれた、シャトーブリアンシャトーブリアン周辺では、古代からの人の生業の痕跡が残る。メンヒルの大型駆逐館の愛称で知られる、メンヒルなどの巨石記念物が、シャトーブリアン周辺に見られる。新石器時代の斧のも、ベール地区北の元競馬場跡から発見されている。 ベール地区はガリアの村を起源としており、地下には鉄が豊富にあったため、非常に古い採掘跡が残っている。シャットーブリアンの周囲はガリア系のアンデカビ族、ケルト系のレドネス族、ベネティ族、ナムネテス族の境界にあたった。ベールの名称はケルト語で高さがあるを意味し、ラテン語化されてベレカス、その後ベリース、BA、R へと変化した。 ローマの建物の遺跡は1876年に日本市広場で発見されている。ローマの道がコンデウムとコンデビクヌムとを結んでいた。6世紀にシャトーブリアン周辺はブルトン人の侵略を受けブルトン人王国に併合された。当時のブルターニュは規模の小さい封建領主ごとに土地が分割されていた。中世初頭、村は重要な発展を経験した。 セイピエールとセージャンバティストの二人に捧げられた礼拝堂が作られた。高架中造の工房もあった。ベールは農業と牧畜、金属加工と商業が中心であった。千年後、おそらく南都市教豪邸二世が領地を指定し、ブリアン家が二世人の礼拝堂の地に定着した。これは政治的な行動であり、南都市教はレンルクとは、 対照的に、南都博や安住博との戦いで貴族の支持を集めていた。シャトーブリアン上シャトーブリアンの歴史は11世紀に始まる。レンヌ博の同盟者であったブリアンは、シェール川とロラール川の合流地点の丘の上に、モットド・ベイリー式の要塞を築いた。この地は、ビトレ、フージェール、アンスニと共に、マルシュド・ブルターニュと呼ばれ、フランス王国に対して、 ブルターニュの国境を守る役割を負っていた。ブリアンは後にベールに酸素修道院を建てた。この修道院は町の最初の中心であり、11世紀のサンジャンバティスト教区、13世紀のシャトーブリアンの町は12世紀に城の西側で成長を始めた。ブルターニュ公国とフランス王国の国境地帯。シャトーブリアンは ブルターニュ川の旧の位置にある城が戦略的に重要な場所であったため、たびたび戦いと侵略の対象となった。1222年3月3日、ベールはブルターニュ公ピエール一世と安住城代、アモーリー率いる男爵軍との戦いの舞台となった。1235年にルイ九世によって行われた包囲戦は重要である。不安に駆られた城主たちは、 13世紀と15世紀に城の壁をさらに高くする工事を行っている。13世紀から15世紀の中世の町は城壁で覆われて守られ、北のシェール川と南のロラール川に供給される堀に囲まれていた。城壁は5つの門で守られていた。14世紀、シャトーブリアンを作ったブリアン家は男爵に昇格した。城主はその後ディナンカ、そして ラバル家に変えられた。1488年4月、フランス軍指揮官、ルイ・ニセイド・トレモイユがシャトーブリアンを包囲した。シャトーブリアン城は解体され、ジャンド・ラバルは人質となった。これは、クリソン、ルドン、ガンガンといった要塞を含む、異なるブルターニュの軍事拠点が連続して落とされる、軍事作戦の始まりだった。 1832年の城の図面16世紀は1532年から1542年までブルターニュ総督を務めたジャン・ドラバルの活躍が挙げられる。彼は妻のフランソワーズ・ド・フォアのために城にルネサンス翼を建設した。ジャン・ドラバルは自らの男爵領をアンヌ・ド・モンモランシーに移送した。17世紀にコンデクゲがシャトーブリアンを相続したが、 彼らが滞在することはなかった。1680年に病院が建設された。フランス革命時代にシャトーブリアンは軍の所在地となった。1793年以降、町は共和国派と王党派の戦いの舞台となった。この時期に軍人で後将軍となるジョセフ・レオポール融合は恐怖政治のために何とからシャトーブリアンへ逃れてきていたソフィートレビュシェと 出会っている。二人の愛の子が、ビクトル・ユーゴーである。ソフィーが暮らした家が、現在も残っている。19世紀からシャトーブリアンは都市化が始まる。製粉書と城壁が取り去られ、大通りが作られ、高いコミューン庁舎が建ち、病院や教会が再建された。1877年から1887年に、掛け三本の鉄道路線が敷かれた。 1876年からガスが、1928年から上水道が供給されるようになった。1941年10月20日、なんと配属のドイツ軍司令官、カール・ホッツ暗殺事件の報復として、ショワゼル刑務所にいた27人の人質が2日後の10月22日に、銃殺刑に処された。27人のうち、最年少は17歳のギーモケであった。 処刑の場所は、カリエア・デ・フース・セルズ、または、ソブリージャーの名で知られ、この地域における、ナチス・ドイツ占領時代の記憶を止める重要な場所となっている。1944年、シャトー・ブリアンは連合国側の爆撃を受けた。作戦は精錬所を対象としたものだったが、中心部や城の一部も爆撃された。1960年代、戦後復興の一環として、 サンナゼールに向かう国道775号線沿いに工業地帯が建設され、町は南に向けて拡大し続けた。中心にある旧市街は15世紀に建てられた住宅やマンション、邸宅が多く残る。参照元、1968年以降、INSEE。ありがとうございます。